湘南電車。湘南電車は、日本国有鉄道、国鉄東海道本線の湘南地域を走る電車の愛称である。当初は1950年より運行された80、軽電車による電車列車の愛称であったが、その後、車両によらず、東海道本線の東京駅、熱海駅、沼津駅間の電車列車、中距離電車の通称として用いられた。 80系電車に用いられた緑色に窓周りのオレンジを配した塗装は湘南色と呼ばれ湘南色をまとった電車に対する総称としても用いられるようになった。一方、車両形式のとしての80系電車は湘南型電車などとも呼ばれた。東京と小田原、熱海、沼津の間に運転されていた電気機関車県員の客車列車の国鉄部内、故障である 湘南列車が1950年3月から電車運転へと切り替えられる際に湘南電車と呼び替えられ一般にも用いられるようになった。湘南列車が国鉄部内での故障であったのとは異なり湘南電車という故障が一般に浸透したのは車体の色彩によるところが大きい。しかし小田原伊勢では受け入れられず運用開始時の小田原駅の看板では 湘南伊豆電車が用いられた。計画段階では、湘南電動列車という語も用いられ、また、東海道宣伝課当初、東京と小田原の間並びに東京と横須賀の間に運転された列車には、湘南旅客列車という故障が用いられていた。電車化の際、新たに開発された80系電車が専用に導入され、湘南電車の名は引いてはこの80系のことをも、 刺すようになる。8 0系は、機関車牽引の客車列車を、加減速、高速性能に優れた電車に置き換える目的で、開発された、長距離運転用電車であった。このため、高速性能を確保しつつ、在来客車に近い水準の接客設備を備え、また当時日本の電車最長の16両編成が、可能な仕様であった。当時の国鉄では、電車は、 都市近郊での短距離運転向けのものとみなされていただけに80系を使用し 120km 以上の長距離を在来電車では先例のない客車列車並みの長大編成で運行したことは語的だった。投入当初は初期故障を連発させ新聞紙面で遭難電車と揶揄されもしたがほどなく安定運用が可能となり 国鉄電の電車による長距離列車運転は広く定着していった。1950年8月から京阪新間急行に用いられたほか、東海道線の電化区間、日清に伴い80系の運用区間も精神し、その後山陽線、上越線、東北線、新越線、中央線、飯田線、三延線でも運用され、湘南の範囲に収まらなかったが、 80系に対して湘南型電車という故障が用いられた。80系電車によっていた準急、東海用に開発された153系電車が新湘南と呼ばれた時期もあったが、次第に東海系と呼ばれるようになり、新湘南は定着しなかった。1962年に登場した111系電車により、湘南電車は順次置き換えられ、 80軽電車の東京駅乗り入れは1977年3月28日に終了したが、運行系統として湘南電車の故障は以後も用いられた。しかし、1980年代以降、旅客案内上は湘南電車に代わり東海道線が使用されるようになっている。21世紀初頭の時点で JR において路線、もしくは区間の愛称として、 湘南電車が使用されることは基本的にないが、大船駅東海道線ホームのグリーン車、停車位置案内板には、グリーン車、湘南電車はこの付近に止まりますという表示が存在している。ただし、英文での表現は、湘南トレーンではなく都会のローカルラインとなっている。また、鉄道関係者や愛好者の間では、関与区として廃れずに用いられており、 書籍などで表題に使われる場合もある。80系投入当初より使用された、車体塗装のカラーリングである、オレンジと緑のツートーンカラーを指す、湘南色という呼び方は広く通用している。また、2017年現在も東海道本線で運行されている、湘南ライナーや、湘南新宿ラインにもその名が引き継がれている。さらに2004年に、 国鉄時代から使用していた113系を本区間から運用撤退させる旨の発表が JR 側からなされると一部のマスコミが湘南電車の引退と報じた2006年3月17日の営業運行終了に際して JR 東日本側でもさよなら湘南電車として沿線観光パンフレットを制作最後まで運用した編成の先頭車前面に ありがとう113系電車と表記した種類のステッカーを調布のほか、運用最終日には一部車両に、さようなら湘南電車と書かれた横サボを挿入。さらには、藤沢駅東海道線ホームのキヨスクを80系に偽装するなど、単なる車両の引退という枠を超えた PR も行っていた。これは、近年の一般社会で用いられた珍しい例と言える。 湘南色とは、機関色、濃いオレンジ色と、緑2号、濃い緑色、ダークグリーンのツートーンカラーの相性である。湘南色の始まりは、かつて、東海道本線を走っていた80系まで遡る。同系列は1950年に当初から、オレンジ色と緑色の塗り分けで、運行開始されたが、それ以前の国鉄旅客車両の塗装が、一般に、客車も電も、 武道色と称される焦げ茶色一色のみで精細に乏しかった中、同系列の派手な塗装は世論を沸かせた。湘南色とその塗り分けパターンは、グレート、農山鉄道の車両写真を見た、島秀夫のみがきっかけとなり、宣伝として目立つ色であり、また遠方からも識別用意であることから、オレンジ色がそれに調和する汚れの目立たない色として、能力色が選ばれた。 しかし明るい色についての経験なく小さい、色見本で決定された、当初の色はむしろ柿色に近く、錆止め塗料化との批判まであり、みかん色に変更された。この配色が、みかんの実と葉の色にちなむというのは、後付けの説明であるが、この他にも、神奈川県西部や静岡県地方特産のみかんと、お茶にちなんだものといった沿線の風物に、 発症しているとる説明が広くなされており、JR が発行するガイドなどでも、みかんやお茶など、沿線の特産品を表現した塗装というように、解説されている場合がある。なお、湘南色及び、同時期に名色化された横須賀線電車の、塗色採用過程での試験塗装として、1949年末頃に、横須賀線で運用されていた32系も、 は32028を使用し、電気側側面を湘南色、本採用された色とは若干色調が異なる。空気側側面と正面を横須賀色、須賀色に塗装した実写試験が実施され、同社は一般乗客からお化け電車とあだなされた。その後、国鉄は湘南色を直流電閣間の近郊系、急行系電車における 車両正式色,色とし、地域に関係なく広く用いた。その背景の一つには、広域的な車両の転配属を考慮した国鉄が、塗装に至るまでの徹底した標準化を図っていたことが挙げられる。1980年代の国鉄末期に至って、イメージチェンジを目論んで、各地域ごとに独自の図書化変更が行われるようになり、JR 加後にはその傾向が加速した。 1990年代以降は新車への置き換えや大規模リニューアル時の図書化変更などで全体を湘南色塗装した鋼鉄製車体の車両は著しく減少している。一方、JR 東海では国鉄から引き継いだ車両に対しても多くが湘南色塗装のままで使われており、身の不全にオリジナル色で登場した115系2600番台も JR 後に 湘南色塗装に変更された。これ以外の国鉄型車用オリジナル塗装をまとった119系やキハ40系なども後述する湘南色へと変更されることとなる。珍しいものでは2010年9月に JR 東日本でイベントのために大宮総合車両センター配置の185系、OM03 編成が80系をイメージした。 湘南色塗装に塗り替えられたことがあるほか、2018年5月には、天竜浜名湖鉄道 TH2100 系機動車が、車体全体に、湘南色、正面塗り分け線は113系電車に準ずるの、ラッピングを行った、で、リップラス号として、運転を開始した。80系では、当初、 車両全面の塗装塗り分けパターンに思考も見られたが、最終的には窓上塗装下に円弧を描いた緑塗装とし、中央を両形状にオレンジ塗装とするパターンとなった。こちらは金太郎塗りと呼ばれた。なお、正面3枚窓の80形一知車については後に金太郎塗りをやめ、窓状を直線で塗り分けた。また、 中間車から改造の区八85型については、全面窓の上下とも、直塗り分けだった。同系列以降に、湘南色に塗装された電車としては、近郊系111系、113系、115系、急行型では153系、155系、159系、163系、165系、167系、 169系の各系列が該当する。これらは全面に貫通路を備え、ほぼ共通したデザインモチーフの車両だが、系列ごとに車両全面の塗り分けパターンが異なっていた。111系、113系と159系は貫通路脇に向かって斜めの直線塗り分け、115系は貫通扉脇に小さな R を付けた直角塗り分けで、 これらの均衡計算3系列と159系は、いずれも前面や根部分についても緑色ネジとなっている。153系、155系は、前面がオレンジ色一色で、緑色は側面のみ、165系、167系、169系は、前面の下半分全体を貫通扉まで含めて緑色としている。ただし、系のうち、 区ハ153型から改造を編入された区ハ164型については全面がオレンジ一色のままだった。JR 東日本と JR 東海の両社が保有する211系、JR 東日本の E217 系や E231 系と205系600番台、E233 系3000番台はいずれもステンレス車両のため、 湘南色の伝統を踏まえつつも、車体の全体塗装ではなく、倉庫などに湘南色をイメージしたテープの調布を行うことで、代替としている。さらに E233 系では、倉庫だけでなく客用ドアにもテープが貼り付けてある。基本的にこの色分けを踏襲した帯を使用しているが、国鉄時代に導入された211系と JR カゴに導入。 転属された e 二百十七系や e 二百三十一系と二百五系六百番台 e 二百三十三系とでは色分けなどが異なる。後者は JR 東日本のコーポレートカラーとされる緑色の割合が多く全体的に明るめの配色になっている。また JR 東海はキハ十一型に二百十一系で採用されたタイプの帯色を採用し百三系や キハ40型などの国鉄型車両も同様の塗装に変更された。これらの車両の地色は白色であり、帯色は JR 東日本とは逆に JR 東海のコーポレートカラーである。オレンジ色の割合が多い。この塗装は JR 東海色とも呼ばれることがある。また、111系、113系用のグリーン車のうち2階建て車両として、 製造された車両の一部には、当初空港連絡列車であるエアポート成田として運用される横須賀、総武快速線での使用を前提とた車両があり、これを東海道本線に移動した際にそのまま踏襲した車両がある。そのため、車両のシールの貼り方で差異が見られる。こちらも参照されたい。8 0以前の戦前性休憩、国電、十二系など、 や70系、サハ75型も1960年代にイメージアップのために一時湘南色に塗装されて、飯田線などの運行に充当された例があった。しかし、湘南色はスカイロと異なり戦前形との相性が良いとは言えなかったことから、比較的短期間で再変更されている。旅客用ではないが、雲湯に74型、雲湯に82系。 雲に83型、雲湯141系、雲湯143型、雲に143型、雲湯に143型、雲屋143型の各形式も湘南色に塗装された。これらは霧爪高運転台の80系、区波85型と共通するデザインモチーフの車両だが、正面塗り分け線は急行系の165系に順次。 上半分が偉大色、下半分緑色の塗り分けだった。また、1962年から1968年にかけて、背の8声をする153系急行列車に放棄を連結するための機械車として使用された親35、計客車も湘南色に塗装されていた。その他、国鉄から鉄道総合技術研究所、鉄道総研2条とされた、 キハ3015が、湘南色に塗装されており、正面の塗り分け線は、正面が、全面強化版の上縁に達した独特なものと、なっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。